皆さんこんばんは、わさびです。今日はじゃじゃん、こちらの卵蒸しパン。今日はネット上で話題の卵蒸しパンをトースターで焼くととっても美味しくなるという噂を聞いたので、今日はそれをやっていきたいと思います。それで今日この検証を言うのはいいんですけども、一つすごい緊張していることがありまして、こちらです。包丁を使うのがすごい怖いです。大丈夫、いきますよ。まず縦と横に切り込みを入れていきます。気づいちゃった、ちょっとだけで大丈夫なはず。よいしょ、パンがすごい柔らかいからとても切りやすいです。これなら料理が苦手な私にも簡単に料理することができます。これ料理って言えるのかちょっとわからないけど、でも一応アレンジ料理とは言うよね。一応料理だよね。わかんないけど、まあいいや。ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。これをトースターで焼いていきます。5分くらいで大丈夫かな。で、この状態で、トースター焼いていきます。そこはこのような状態になるのかな。とても楽しみです。というわけで、トースターで無事レンジが上がりました。レンジが上がりました。できました。匂いがね、とってもいい匂いがします。さて、どんな完成なんでしょうか。いきます。あ、とっても美味しそうに焼き上がっています。というわけで、こちらすっごく美味しそうに焼き上がりました。とっても美味しそうに、いただきます。とても美味しいです。外はカリカリ、中はちょうど、そんなすごいマッチした